たことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。身の安全にご注意ください。風神のご加護があらんことを。はあ、窓の外からみんなの話を聞くだけで会話に参加できないなんて。なんだなんだ、面白いことか？ああ、実は酒場の客たちがある話題で盛り上がっててね。最強？なあ、一撃でヒルチャールを数体倒せたら最強か？どうやら最強という称号は簡単じゃないみたいだな。そうだパットン、それってもう結果は出たのか？いや、自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。みんな自分の推しがいて持ってる情報もバラバラだ。でもその方が議論が白熱して面白いだろう。今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかな。オイラはお前を応援してるぜ。ひとまず酒場に入ってみようぜ。面白い話が聞けるかも。はあ、その自由奔放さ羨ましいよ。俺のことは気にしないでくれ。俺もぼちぼち仕事に戻るか。どうだこの、それなら多分あの赤い服の女の子だろうな。そうだ、半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが、その時とんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよ。そいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてね。すげえ。あの時俺は木の陰に隠れてて赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。はあ、でもな、誰も俺の話を信じてくれないんだ。まあ女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんな。きっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないか。もしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれない。お宝？おい、聞いたか？あくまで俺の推測だけどな。いや、銀遊詩人の直感ってやつだな。ありがとう。ああ、これが心の友ってやつか。で、その女の子の名前は？名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ。謎が多いな。まあ情報ありがとな。いや、一人前の冒険者たるものお酒に強くなろうと鍛えてるんだけど、一緒にどうだい？ん？モンドで誰が最強かを聞きたいって？そりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんかな。教会のサイリウス会長もすごいけど、ジンジャク界の魔獣とまともにやり合えるのはスタンレーさんくらいだからね。ジンジャク界の魔獣強そうだな。も
前の前に現れたらお前でもビビりそうか。うわあ、たとえ幼なじみでも。何になさいますか。ああ、お前もモンドの名酒を飲みに来たのか。そりゃもちろん我らが金団長だろ。だってよ、金団長は剣を少し振るっただけで一人でダダウパの谷の三大部族も一掃できる。そのおかげで俺たちは平和で暇なんだ。うん、確かにジンは頼もしいよな。でもこいつ酔っ払いすぎじゃないか。たとえ幼なじみでも。何になさいますか。モンドの最強。バーテンダーなら何かしら情報があると思ったのに。そうそう、そういうのが聞きたいんだ。情報を扱うような仕事は担当外だがな、強いて言うなら闇夜の英雄かね。彼はアビス教団から人を助けたと、そう話を聞いたことがある。出た、裏情報。というかアビス教団のやつらって本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由に意見を言ってたら、いつまで経ってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどうだ。セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。お前が対象としてカウントされてるかどうかだろうな。まあ、オイラはお前の実力を信じてるぞ。
強は誰なのかって情報を集めてるんだけど、セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか？モンドの最強？すまない、そういった資料はないな。人ぶちなもねキープ。そうか、こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな。そんな統計がなくとも、私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。そうだ、最近またアビスの魔術師がモンド、もしモンドの周りに用があるなら気に留めておいてくれると助かる。君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。おう、アビス教団のやつらを倒したらきっと彼のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞ。なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。では気をつけて行ってきてくれ。やばな。おお、大丈夫か？え？大丈夫。ぶつかっちゃってごめんなさい。あれ？これ、場内爆破は反省室。怪我人いるところに陣団長あり。山火事は一巻の終わり？あ、これはガイアお兄ちゃんが書いてくれたの。その、生きるための心得だよ。生きるための心得？つまり、絶対にしちゃダメなこと。でないと、すごく、すっごく怖いことが起こるの。うん。あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。よろしくね。オイラのことは、パイモンって呼んでくれ。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ？お？オイラたちを知るやつがまた一人。感激だな。うん、アンバーをね。あ、今はそれどころじゃなかった。実はね、とっても大事な用があって。地図を、あのね、ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？しかも宝物も持ってる。女性が言ってたやつってクレイのことかもな。宝物がなくなったのは一大事だな。オイラたちも一緒に探してやるよ。本当？ありがとう。ね、宝物はね、この位置にあるの。地図に場所を書いておいたの。埋めた場所に小さな木の札を刺しておいたから分かりやすいと思う。木の札。だから栄誉騎士のお兄ちゃん、早く行こう。